の日本代表、歴代ベストイレブンを教えてください。ちょっとよく何回もこれやってるやつだからね、250円では答えたくないですけど、<laughs> <laughs> でもね、スーパーチャットくれた方だからありがとうございますっていうのが、好、まあ、感度的には正しいんでしょうね。みんなが思うやつでいいんですけどね、うん、なんだろ、すごく腰が重いね。だ <laughs> <laughs> 歴代ベストイレブンか、腰重いな。<laughs> そうだけどなやっぱり一元さんに対して厳しいチャンネルは伸びないからなやっぱこういうところも真摯に答えるみたいなこれに真摯になってるとうーん子さんの人に真摯にならないみたいなも難しい問題ですね。 どうしような今の、好きな、今のメンツに久保達彦でいいですかね僕、選手としてはトゥーリオ好きだったんでね。今のメンツに久保達彦と、センターバック吉田のとこトゥーリオ入れて、森田んとこ中田秀て入れますかねうん。あと、安倍勇樹とかも好きだったんですよね。個人的に安倍勇樹入れたらい,いんですけどね。キーパー、奈良崎かなみたいな感じかな。その時によって変わるから、許してくれ。トゥーリオは好きでしたね。ボール蹴れるし、前線行って得点取るし、空中で強いし、みたいな。秩序のある中でのトゥーリオを見たかったですね。センターバックからのオーバーラップを、 まあ秩序ある状態にしてたのがあの鈴木啓太とかの存在なんですけどね、まあ、今中盤がねめっちゃいいからねやっとさんとか中村俊介とか,かそうだこの話題になるとこの話題でめっちゃね一 <laughs> <laughs> 個動画作れちゃうからねそれで監督をしむさんのマジですやそう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 そそうそうそうそそう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 そつそういそうそうそう